皆さんこんにちは、旅は人の常、略して旅常です。今回はなんとサウジアラビア国営航空のサウディアに搭乗したいと思います。現在ニューヨーク JFK はターミナル1に来ておりまして、これから今ね午後12時40分なんですけれども、これから午後2時の便でサウディア JFK 発リヤド行きに搭乗します。でそこからねリヤドからまた乗り継ぎでカイロ、エジプトのカイロに向かいます。もちろんサウジアラビアには今回入国せずに、入国自体結構難しいっていうかハードル高い場所なので、サウジアラビアが目的地ではないんですけれども、サウジアラビア国営航空のサウディアに搭乗することができたので、その搭乗機ご紹介したいと思います。それでは今回の予定としては、まずニューヨーク発サウディアに乗ってリヤドまで向かいます。このフライト時間がだいたい11時間から12時間でございます。リヤドでだいたい乗り継ぎがね2時間半から3時間ありまして、そこから今度はリヤド発カイロ行きの便に同じくサウディアで向かいます。サウディアの今回の機材は JFK からリヤドまではボーイング777-300型で、リヤドからカイロまでがエアバス330のダッシュ200かなダッシュ300かな、まあ似たような機材なんですけれども、それで向かいますので、こともエコノミークラスでの搭乗になります。ちなみにねサウディアには結構面白いサービスがあって、直前だったんですけれども1週間ぐらい前にメールが来て、隣の席エコノミーで隣の席をブロックすることができますよっていうね、あのアップグレード特典がありまして、たった180ドルで隣の席を開けておくことができるんですね。で今回は妻と2人で旅行なので、333配列のトリプルセブンのうちの、1つの席を開けることによって窓側から通路までをこうブロックすることができるんですね。なので今回はその特典を使いまして、真ん中の席をブロックしたので、2人で3席を占めることができる、それが確約されてるっていう状態なんですね。まずはちょっと腹ごしらえにスタバを頼みました。今からねちょっとスタバを食べてから、搭乗までねあと25分あります。1時10分搭乗の2時ちょうどの出発の予定でございます。はい、スタバでちょっとリラックスした後搭乗の方に向かいますが、目の前がね東京便でした。羽田行きです。結構人多いですね。我々は残念ながら世界の反対側に向かう状況です。本日は今ね午後ちょうど12時ぐらいなんですけれども、金曜日の午後12時でこんな感じのターミナル1です。ここはね日本航空が今出発するときに使われているターミナルでして、今の時間帯はねヨーロッパ便のラッシュが始まる前なので割と空いてるんですよね。ターミナル1日本航空の便とあとコリアンエア、あとサウディアぐらいしか出発便なくて、なので結構まだ空いてる方です。これがね午後夕方になるとヨーロッパ便のラッシュが始まって、エールフランスだったりルフトハンザなどがねこのターミナル使っているので結構ラッシュになります。はい、リヤド行きのチケットをゲットしました。無事チェックインもねすぐに完了しまして、2時 JFK 発のリヤド行きでございます。リヤドに着くのが明日の午前9時でございますね。妻も楽しみにしてます。前回ねエアロメヒコ乗った時ターミナル4だったんですけれども、それに比べるとターミナル1ずいぶん小さいですよね。このターミナル結構好きです。めちゃめちゃ落ち着いてて、もう国際線しか多分ここは出てないのでなんか落ち着いた雰囲気です。はい、この JFK ターミナル1はコリアンエアとジャパンエアラインね、日本航空が使うターミナルでして、日本人もね使う機会多いんじゃないでしょうか。コリアンは今380を飛ばしてるんですね。めちゃめちゃ大きいですねこの飛行機。今ちょうどソウル行きの便が搭乗してるのですごい人が乗ってるみたいですね。羽田行きと成田行きが一緒に並んでます。日本航空も同じ時刻に出発するみたいですね。ターミナル4だったんですけれども、それに比べるとターミナル1ずいぶん小さいですよね。あ、それではサウディア搭乗です。早速列がすごいことになってます。ちなみに我々は搭乗グループ1ちなみに我々は搭乗グループ1ですが、それでも列が長いです。こちらがビジネスクラスですね。機内早速爆風のようにねエアコンかかっててめちゃめちゃ寒いです。My name is Otwan, your guest director. On behalf of Captain
Abdullah Hassan Aziz, Captain Hassan Khan, First Officer Badr Kaki, First Officer Brigade Peterji, and your team are pleased to have you on board. So we are flight 22 traveling to King Khan International Airport in Riyadh. Our flight time today will be 11 hours and 15 minutes. Dear guests, on behalf of Saudi Air Sky Team and our global partners.はい、予定通りね、隣の席は空いてるので、このように離陸前から早速リラックスすることができました。ありがたいですね。妻も好機嫌です。こんな感じのフライトになってて、まあ座席幅は本当に普通ですね。若干狭いかなってイメージなんですけれども、でもね、あのフットレストまでついてて最近は見なくなりましたので、ありがたいですね。すごい、なんとホットタオルが配られました。すごいあったかいし、なんかいい匂いがする。こういうホットタオル配られるの珍しいですよね。最近は日本航空とかでしか見なくなった気がする。日本航空も今やってんのかな、わかんないけど、あんまり他の航空会社だとなかなかないやつですよね。おそらくこれはね、まあサウディならではのサービスなんじゃないでしょうか。まあその他やっぱりエコノミーなので、そんなにね特徴的なところはないんですけれども、まあこのケーブルが折りたたみ式っていうやつですね。ちょっと使いにくそうな感じはしますが、まあ至って普通ですね。でリモコンもついてます。ここに画面はタッチ画面のやつですね。これ多分ね、 JAL と全く一緒の会社が作ってるやつだね。これ見覚えあるもん。めっちゃ JAL と同じ会社の多分テレビ画面ですね。今はまだ使えませんので、なんか適当な映像が流れてます。ちょうどターミナルの窓に機体が映っててかっこいいですね。自分が乗ってる機体を見るのってなかなか珍しいと思うんですけども、ありがたいことにこのように機体が映ってくれてます。やっぱり一席隣空いてるのめっちゃありがたいですね。これ特に2人で旅行してて、一つ空いてるともう3席独占できるんですよ、2人で。なので後でね、妻がこう寝転ぶこととかができると思うので、めっちゃ嬉しいです。なんかこのサービスめっちゃありがたいと思います。180ドルで隣に席確保ですよ。これはね、他の航空会社でも導入してほしいですね。全然11時間のフライトで隣確保できるだったら180ドル払いますわ。他は結構ね、真ん中も席埋まってたりするので、多分満杯ではないけど 90% ぐらいの搭乗率なイメージなので、エコノミーに関しては。なのですごいありがたいです。ちなみに席はね、なんか革張りなんですよね。これわかるかな、革張りで若干ねイメージとしてはなんか LCC の席に近いかもしれないです。なんかびっくりですよね、国営航空会社なのにね席は革張りっていうのは珍しいなと思いました。ただふかふかなので、まあ、そこは LCC とは違うんですけれども、でも革張りっていうイメージでは、革張りっていうか、まあなんか多分フェイクな革だと思うので、あんまりね、なんか高級感はないですね。好みに関しては割となんか質素な感じっていうか、なんかヘッドレストもなんかちょっと適当っていうか、あんまりいい感じではないですよね。若干期待外れな感じはあります、これに関しては。せっかくサウディアなので、なんかもうちょっといい席なのかと思ってた。まあすごい細かいことなんですけどね、でも見てください、この席すごい質素じゃないですか。色も単一の色なんですよ。珍しい。なんかちょっとイメージとは違いますね。タッチスクリーンに変わった。英語とフランス語とアラビア語のね。お、なんか面白い。なんかすごい画像がよれてるけど、まあいいや。まあまだ離陸もしてないので特に使う必要もないですね、映像は。サウジアっていう発音なんだ。サウディアじゃないんで、サウジアの発音です。あのエールフランスの機体の奥からずっとここまでプッシュバックしてきたので、プッシュバックだけで10分ぐらいかかりました。すごいな。でもご覧いただけるようにね、あそこの奥にはスイス航空、ヨーロピアンウィングズで、ルフトハンザ、エアフランスといった形で、今ちょうどヨーロッパ便の到着ラッシュでございまして、ここから1時間2時間ぐらいすると出発ラッシュ、午後4時から午後5時あたりですね、ヨーロッパ行きの出発ラッシュが始まって、 JFK が一番混雑する時間帯になります。ちなみに映画のセレクションはね、まあまあってところです。本当につまらなそうな映画しかなくて、なんかびっくりしちゃうんですけれども、こんなにつまんない映画よく選べたなっていうくらいの、なんかどうしちゃったのって感じのつまんない映画ばっかりなんですけれども、バラエティはすごく豊富で、アメリカの映画はね 20% から 30% くらいで、残りはねこうアラビア語の映画、なんかアラビックシネマっていうやつ、まあ、どの国かよくわかんないんですけれども、いろんなアラブ圏の映画であったり、あとボリウッド、インドの映画ですねもあったりして、でかつね台湾系、香港系と、あとは日本の映画もいくつかあります。謎にドラえもんとかね、あとこのタングっていう聞いたことないんだけど、なんか日本の映画があったりはするんですけれども、全体的になんかバラエティは豊富だけど、セレクション自体がめちゃめちゃ微妙な映画です。
なのでちょっとそこは残念ですが、あまり期待してなかったので、まあ良しとしましょう。テレビ番組はどうですかね、何かありますかね。若干この画面操作しづらいですが、違う、これを押したいのにこれが押せない。ご覧いただけるように、なんか変じゃないですか。説明がしづらいけど、なんか変な感じになってます。まあテレビ番組もそれなりにありますが、やっぱりどれもなんかつまんなそうですね。しょうがない、11時間何するかって感じです。ちょっと11時間暇になりそうですね。でもまあしょうがないですね、寝ればいいと思います。離陸後1時間ぐらい30分ぐらいかなで、このようなサービス、まあ、ドリンクのサービスなんですけれども、これサウジアラビアコーヒーだそうです。なんか初めて見るんだけど、これがサウジコーヒーというものだそうです。それでね、エコノミーにもかかわらずこのようなアメニティキットをいただきました。はい、ご覧ください。このアメニティキットめっちゃ可愛いです。アイマスクがついてきますが、可愛い、見えるかな、すごい可愛いアイマスク、超嬉しい。あとはイヤープラグ、靴下、それと歯ブラシがついてます。めっちゃいいですね、このアメニティキット。この袋もなんか再利用できそうな可愛い袋となってます。いいね。アイマスクは絶対後で必要になるので、後で使います。アイマスクは一旦これはしまいまして、じゃあ早速このサウディコーヒー試してみたいと思います。こんな感じの不思議な色をしてますが、さてお味の方はいかがなものか。なんだこれ、ちょっと失礼な言い方だけど、なんだこれ、すごい、全然コーヒーの味しない。なんか、いや、なんとも言えない。なんだこれ、すごい味しますよ、すごい味します。これめっちゃ不思議な味、ちょっと飲んでみる。 It's so interesting. It doesn't taste like coffee at all. It just tastes like some other drink. これがサウディコーヒーですか。いや面白いですね。あとこういうなんかデイツって日本語でなんて言うんだっけな、イチジクだっけな、じゃない、それはフェイクだ、ちょっと忘れちゃったんだけど、こういうお菓子もらいました。やっぱここら辺がね、普通の航空会社とはちょっと違いますね。サウディ今のところ普通の航空会社とあんま変わんないなと思ってたんだけど、いきなりサウジ感出してきました。面白いですね。ちょっとね、正直な話、サウジコーヒーに関しては、まあ、美味しいとは言えないんですけれども、まあ、いい文化的経験ということでいただきました。一応全部飲みましたので。ただちょっともうあんま美味しいかなとは思わないですね。何が入ってるのかちょっとよくわかんないです。デートもせっかくなのでいただきます。
かこれもアラブっぽいっすね。なんかこれはねアラブでよく食べられてるのを知ってるんでしょ。ちょっと味はね、まあ、うん、あのまずくはないですけど、そうですね、これをいっぱい食べたいかって言われるとそうでもないなって感じです。まあ、とにかくこのアメニティキットはすごく嬉しいので、今のところサウジめちゃめちゃおすすめです。はい、私はねラムのビリヤニというものを頼みましたので、早速食べてみたいと思います。美味しそう。めっちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しいです。機内食としてはもう90点、95点ぐらいだと思います。かなり美味しいです。これで美味しくなかったらやっぱり外れだなって思うので、やっぱり美味しい機内食があると航空会社のなんか評価は上がりますよね。しかもねビールに関してはね3種類から選ぶことができるので、結構豊富な種類から選べるんですね。私の場合はラムを頼んだんですけれども、妻はチキンを頼みました。でもう一つベジタリアンのメニューがあるそうです。チョコレートもすごい美味しいです。いい感じのデザートですね。感じになってます。まあ至って普通な感じのお手洗いですが、まあ、結構綺麗ですね。あんまり狭い感じもしなくて、なんかハンドクリームもついてます。ハンドローションですね。いい感じじゃないですか。10時間ぐらいが経過しまして、あと1時間ほどでねリヤドに到着するみたいですね。こちらがそのフライトの状況でございます。ちょっとね2時間ぐらい私も寝ることができて、もうこっちのサウジアラビアの方では朝になり始めまして、日も上がってるように見えます。ということで残り1時間ぐらいのところで朝食がサービスされまして、今回も美味しそうな朝食をいただけそうですね。このスクランブルエッグを頼みました。もう一つの方はねなんか豆の朝食だったそうなんですけど、ちょっと豆は食べたくないのでこっちにしました。なんと嬉しいことにこちらの機体ではね前方カメラと下向きのカメラがありまして、すでにサウジアラビア上空を飛んでいるみたいですね。このサウジアラビア上空の上空はこんな感じです。すごい険しい砂漠って感じですね。怖いわなんか。ということでこの景色とかを見ながら朝食をいただきたいなというふうに思います。ちょっとまだ暗いですが朝食いただきたいと思います。なんか卵はスクランブルエッグはねちょっと不思議な味しますけど美味しいです。すごく美味しい。ほうれん草もついてて、満足です。本当に機内食に関してはねもうほぼ100点満点かな。これ以上美味しくはできないんじゃないかなと思います。それにしてもこのランドスケープって言いますか、すごいなサウジアラビア。なかなかこういうのは見ないよねこの景色。さて残り1時間ほどで着陸となります。
30 درجة مئوية. أوكي فلنزل برج القاعدة مثل القاعدة يكون مربوطة. はい、トランジットのセキュリティを通りまして今ここに上がってきました。すごい綺麗なターミナル、めちゃめちゃ新しい感じですごく大きいです。こう立派なターミナル作りましたね、キングダムオブサウジアも、あ、キングダムオブサウディ、サウディアラビア言えてない、サウジアラビア王国ですね、すいません。めちゃめちゃ立派なターミナルです。はい、それではサウジアラビアの首都リヤドにあるキングハーリド、今カンニングしてますがキングハーリド国際空港に到着しまして、今ねこのカフェで待ち合いしているところでございます。次の便があと1時間半ぐらいでカイロ行き、エジプトのカイロ行きの便になりますので、そのフライトに乗るまでこのキングハーリドのターミナルで待っているところでございます。次の便に関してもまた別のビデオでご紹介したいと思いますので、一旦このビデオはここで終了したいと思います。いかがでしたでしょうか、サウディアの搭乗機。次もねまたサウディアに乗るので楽しみなんですけれども、サービスめちゃめちゃ良くて機内食もめちゃめちゃ美味しかったので最高でした。はい、この動画が面白いと思っていただけた方はぜひこれを機会にチャンネル登録のご検討と高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは次の動画まで、バイバイ。